グランドセントラルマイナス42丁目駅は、マンハッタンのミッドタウンにある、ニューヨーク市地下鉄の複合駅である。パークアベニューと42丁目の交差点付近から、東にレキシントンアベニューまで広がっている。ニューヨーク市地下鉄では、タイムズスクエアマイナス42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅に次いで利用者の多い、駅で、 2015年には4520万7849人が利用した IRT レキシントンアベニュー線 IRT フラッシング線及び IRT42 丁目シャトルが乗り入れており IRT 線同士で乗り換えができるまたハドソン川より東に向かうメトロノース鉄道の全の線が発着するグランドセントラル駅の地下にあり重要な乗り換え駅である 以下の系統が乗り入れている。1918年の計画フラッシング線を及び、歴シントンアベニュー線のホームの上の中2階に、東西連絡通路が設けられており、そこから42丁目シャトル、あるいは複数ある連絡口から、メトロノース鉄道のグランドセントラル駅や、屋外、42丁目のビル群に、直接向かうことができる。例えば、クライスラービルには、 中2階の案内窓口の左側にある通路から出入りでき、125パークアベニューにあるビルや110、東42丁目にあるビルは個別に、運賃収受口が設けられており、中2階に出られる。また、122東42丁目にあるビルには独自の改札口が設けられていて、中2階の東側にある IRT、フラッシング線ホーム域のエスカレーターに直接アクセス。 できるようになっている。他のビルには出口から出たり西に歩いてメトロノース鉄道のグランドセントラル駅を通って行くことができる。ワンバンダービルトに出入り口を設置することも検討されている。最近になって様々な改修工事が行われているがまだ修理や改修工事が必要な通路が残っている。同時にメトロノース鉄道の グランドセントラル駅冷房化計画に合わせて、冷房を導入する計画がある。しかし、2006年現在では冷房化されているのは、歴新東アベニュー線の駅構内だけである。ニューヨーク市地下鉄で冷房化されているのは他に、サウスフェリー駅とフラッシング線の34丁目、ハドソンヤード駅、そして、IND2 番街線の3駅のみに留まる。なお、フラッシング線ホームには、 扇風機がついているが、冷房はない。パストレインの当初計画では、現在の終点である33丁目駅から北東方向にグランドセントラル駅まで延伸する案もあった。ホームや線路の用地は残してあったが、結局建設されなかった。42丁目シャトルを除く駅全体及びメトロノース鉄道グランドセントラル駅への連絡通路は障害を持つ、 アメリカ人法に基づいて車椅子対応になっている。2014年にメトロポリタントランスポーテーション、オーソリティは、グランドセントラル駅にオンザ号、トラベルステーションというタッチパネル対応のオンライン、対話型アプリを導入した。これは、自動更新型のキオスク端末で、乗客が自分で経路検索や遅延の有無が確認できるようになっている。または、 パイロットプロジェクトの一環で OTG を最初に導入した5駅について周辺の地図を設定していた。ボーリンググリーン駅で行われた技術試験では OTG 端末を使うことで地下鉄の工事計画やサービス変更だけでなくランドマークや駅周辺の外区の情報も提供できるようになっていた。以前は地下鉄駅と IRT3 番外線で自由に 乗り換えることができた。これは1942年6月14日にクイーンズボロプラザと IRT フラッシング線を結んでいた IRT2 番外線が廃止になったことから始まり、1955年5月12日に IRT3 番外線が廃止になるまで続けられた。IRT42 丁目シャトルのグランドセントラル駅は1904年に開業した IRT でも 最古の駅の一つで、開業時は観光線、急行線に挟まれた島式ホームに面からなっていた。開業当時は4線だったが、1975年に南行き急行線が廃止、撤去されたため現在は3線である。北行き観光線と他の2線の間には渡り線はない。2本の島式ホームが3線の間に設けられており、ホーム端で直接つながっている。 南寄りのホームは南行き急行線の跡地の上を覆うように設けられており広くなっている。3番線と4番線は車止めが設けられて行き止まりになっている。南行き観光線は IRT 歴ト東アベニュー線の南行き観光線に合流しており、1番線や3番線に車両を改装する場合や鉄道ファン向け特別列車を運行する際に利用される。 レキシントンアベニュー線が北に延伸されて、急線のこの区間がシャトルに利用されるまでは、3線とも同じように廃線されていた。ニューヨーク州公共サービス委員会が、レキシントンアベニュー線の駅近くに42丁目シャトルのホームを新設することを計画し、実際に建設されたものの、使われることはなかった。グランドセントラル駅のすぐ南側の曲線区間で、 トンネルの壁や天井を撤去した上で42丁目の下を東に向かって線路が延長され、2本の線路の間に細い島式ホームが設けられていた。結局使われなかった。この線路は木造の床で覆われ、レキシントンアベニュー線と42丁目シャトルを結ぶ通路とされた。この木造の床は1946年にコンクリート製となり、現在に至る。 ホームにはエレベーターが設けられており車椅子対応になっているがタイムズスクエア駅が車椅子対応でないため四十二丁目シャトル全体としては車椅子非対応になっている営業終了後によく映画撮影が行われており九百七十一年の映画フレンチコネクションの有名なシーンやフリンジフリンジパーソンオブインタレスト犯罪予知ユニットや36区 サーィー・ロックなどのエピソードがここで撮影されている。IRT フラッシング線のグランドセントラル駅は、島式ホーム一面二線を持つ駅である。1950年3月2日には、ユニオンニュース社が、新しいステンレス構成の移動式新聞売り場を設置した。大きな丸い天井は、ロンドン地下鉄やパリメトロ、東欧の駅に似た印象を作り出している。 181丁目駅なども同じ構造である。プラットホームには、他路線や中2階、グランドセントラル駅コンコース下の通路に向かう階段やエスカレーターが設けられている。出口と非常口はホーム中央と東西両端にある。障害を持つアメリカ人法で設置が求められたエレベーターはホーム西端寄りにあり、売店はホーム東端にある。過去には、 フラッシング線をグランドセントラル駅のすぐ西で42丁目シャトルと接続する計画があり、このための傾斜区間が作られた。42丁目シャトルとフラッシング線ホームの間の連絡通路はこの時に作られた傾斜区間の名残である。また、駅から61メートルほど離れたところに、かつて路面電車用に建設されたループ線の一部が2カ所ほど無傷で残っており、 南高線からまたの係員だけがアクセスできる。線路間にもループ線の一部が残っており、現在ポンプ室として使用されている。ループ線であった空間は CBTC の開閉機室に転用されている。IRT 歴新ベニュー線、グランドセントラル42丁目駅は、島式ホーム2面4線を持つ急行停車駅である。建設当時は、 5番路目状の街路に対して45度傾いていたことからダイアゴナルステーションとも呼ばれた。柱や梁はグランドセントラル駅や隣接するオフィスタワーを支えるため非常に強固に作られている。一部の壁面には様式化された蒸気機関車のモザイク画が描かれ、機体機線のホーム側壁にはタイルで大きな通路が描かれている。また、中2階の床には 正確な方角を示した、らしん図が描かれている。南行き観光船は、駅の南側で IRT42 丁目シャトルのダウンタウン方面の観光船と合流している。これは、IRT42 丁目シャトルが4線だった頃の名残である。現在では、車両の改装や42丁目シャトルから、歴史とアベニュー線に入る鉄道ファン向けの、 特別列車の運転の際に使用される。駅のすぐ南で線路が日本に分岐し、1870年に作られたニューヨークハーレム鉄道のマレーヒルトンネルに向かっていた。グランドセントラルマイナス42丁名駅のホーム南側には、レキシントンアベニュー線の運転指令所があり、レキシントンアベニュー線の列車はすべてここで制御されている。南行きの線路は、終端部で、 約3.0メートルほど建設当時の路盤から低くなるよう傾斜が付けられている。グランドセントラル駅の42丁目シャトルホームに向かっていた線路は新しいシャトルホーム用に作り直した部分を通るように曲線部分の手直しが行われた。新しいシャトルホームは使われていないがホームまでの間にもともとあった支柱や屋根は通路から撤去されている。なお、 42丁目シャトルへの接続部は、アップタウン方面の観光線からも見ることができ、さらに先に伸びている傾斜部は、駅のすぐ南にまだ残っている。ニューヨークシティトランジットオーソリティは1950年代、初頭の時点で4線の仮想ホームを設ける構想を持っていた。急行線を分岐させて、仮想ホームに引き込み、当駅発着の急行を運転することなどが考えられていた。 当駅は地下15メートル、IRT、フラッシング線は地下24メートルで、実際に新しい階層を設けられるスペースがある。2009年9月に、アルカアイダのニューヨーク市地下鉄網に対する自爆テロ計画に関与したとして、ナジブラザジと共謀者が逮捕された。これは、ラッシュ時のグランドセントラル駅付近などを標的としたもので、ザジは有罪判決を受けた。 ありがとうございます。